すいません、ちょっといいですか。うん、なんか用か。つかぬことを聞きますけど、あなた、ヤクザですか。なんだって。いや、その、あなたはヤクザかなって。その棒はなんだ。これですか、自撮り棒ですけど。自撮り棒。それよりですね、あなたヤクザですよね、よね。俺は仇だ。そもそもなんでそんなことを聞く。本当っすか。あなたみたいな一般人がいます。困ったな、これじゃせっかくの企画が。何のことだ。いや、あのですね、僕筒井優と申しまして、今神室町でヤクザに話しかけてみたっていう動画をネットに投稿しようと思ってるんです。どうです、やばいっしょ。これは再生数伸びますよ。よくわからんが、この街ではあまりバカな真似はしない方がいい。そんなのネットでビッグになるっていう僕の野望の前では些細なことですよ。こんなことしてる場合じゃないや。今度こそ本物のヤクザ探しに行かないと。それじゃ。迷惑なやつもいたもんだ。はい、どうも、つついくんチャンネルのお時間ですけども、前回はね、残念ながらヤクザ結局見つかりませんでしたけど、気を取り直して今回も体張っちゃいますよ。やってきました、ハイドーンバッティングセンター。今回はですね、この吉田バッティングセンターの全面協力を得てませんけど、ここのですね、達人級コースの剛速球の凄さを体を張って確かめてみたいと思います。何やってんだあいつ。さあさあ、こいこいこい。何やってんだあいつ。いや、これはなかなかのものですよ。これはね、近づいたらもっとすごいですよ。何やってんだあいつ。ちょっとお客さん、何やってるんですか。困りますよ。 うるさいな。金は払ってんだから、バットで打とうが体で受けようが勝手だろ。なわけないでしょ。警察呼びますよ。何よこの。おい、いい加減にしろ。あれ、あなたはこの前のヤクザっぽい肩着の人じゃないですか。またビデオの撮影か。馴染みの店で勝手なことをされたくねえんだがな。まあもういい絵は撮れたし、言われなくても出ていきますよ。今度こそ伸びるぞ。ネットスター筒井の誕生だ。あ、ちょっとまだ話が。まったく、何なんだあいつは。あいつは。くそ、なんでだ。おい。あんたはあの時の。まさかここでも旗迷惑なことをしてるんじゃないだろうな。失礼な。僕はクリエイティブ活動をしているんです。なのに。くそ、渾身の抜線の剛速球を体で受け止めてみた。もう全然伸びない。お前が自分をどう思っているかは知らねえが、お前のやってることはただの迷惑だ。のし上がりたい、名を上げたいって気持ちはわかるが、手段を間違えるな。お説教はたくさんです。次だ、次こそ僕は。やれやれ。助けて、誰か。なんだ。誰
けて。あれは助けて。何やってんだあいつ。このボケ、バレバレのイカ様しやがって。許してください。あんた助けて、お願い。ちゃっかり撮影してるみたいじゃねえか。今度こそ再生数とやらが増えていいんじゃねえか。もういい、そういうのもいいですから、お願い助けて。今まで撮ったやつを全部消して、もうこの町には寄りつくな。約束できるか。します、約束しますから助けて。しょうがねえ、待ってろ。なんだ、もう助かってるじゃねえか。ああ、すみませんね、騒がせちまったみたいで。ちょっとお気を据えただけですよ。そうか。いや、こっちこそ邪魔したな。取れてるぞ、ヤクザに宙吊りにされてる僕、すごい。すごい迫力だ。これは伸びる、今度こそ伸びるぞ。おい、さっきの約束はどうした。はあ、別にあんたに助けてもらってないし。お兄さん、悪いこと言わないから、それ消しなさい。いやだね、これアップすれば1万、いや、ひょっとして100万再生いくんじゃないか。やった、ついに来たぞ、つついくんチャンネルブレイクの時。俺からも言うぞ、お前それを消せ。いやだって言ってんだろ。なんだお前ら、僕がネタマシンだろ。ちょうどいいや、このヤクザを怒らせて宙吊りにされてみたの次回作は、逆ギレしてきたヤクザ約2人を返り討ちにしてみただ。我慢の限界だ。俺からもみっちりお給を据えて。取れたか。ただ残念なことに、そのデータはこの場で消してもらう。いいね。ちくしょう。ただ代わりにいいネタを提供してやる。え、本当ですか。ああ、お題はこうだ。旗迷惑なガキがこれまでの行いを謝罪してみた。さあ始めろ。そりゃいいや、伸びるよきっと。そんな、これだけ危ない目にあって最後はこんなオチなんて、もう動画投稿はゴリゴリだ。集団を間違えるなって言っただろうが。